に突き上げろ自由のパズルを蘇る理由さえ正義の意味さえも今へと自由になれたぜ。ばあちゃん、これがうちの守り神なの。確か善鬼様は鬼神の中でも最も武高しい方のはずじゃが。こんなチビが鬼神だと笑わせるな。チビだと？貴様、俺様はこの世で最強の鬼神善鬼様だ。おずぬ様は間違って善鬼様が目覚めても大丈夫なように二段構えの封印をなされていたのじゃ。しかしお前たちの鬼神とはこのようなものか。たわいのないものよ。ばあちゃん、まぬ千秋、わしもこれ以上の呪文は知らぬのじゃ。へえ、そんな知ってる。私呪文知ってる。なぜ？あれと来る鬼神の呪縛。我が血を引きし者よ。誰？バジュラの力はお前の心の中にある。おずぬ様、天気、ここに剣鱗。これが天気の本当の姿。己、都合のない鬼の分際で。俺様に歯向かうなんざ100万年早いんだよ。見せてやろうか、俺様の角、金剛角だ。これはあまりといえばなんと凶悪な。うめえ、1000年ぶりの味だぜ。これだから憑依獣との戦いはやめられねえ。さてと、封印は解けた。おずるのジジイも今はなし。ということは、五宝リングを持つこの女を殺しちまえば俺様は自由の身ってわけだ。ちょっとあんた何言ってんのよ。女、死ね。No!
我が血を受け継ぎし者よ、この世に災いの種は尽きぬ。我が式神善鬼を使いて悪と戦うのだ。アズヌ様、冗談じゃねえ。俺様はこの世で最強の鬼神善鬼様だぞ。こんな女に使われてたまるかってんだ。何よ。びっくりしたら。小さい時は案外弱いのね。それにしても今この時代に善鬼様がよみがえるとは、何か悪いことの前触れでないといいが。Bye.